千住神社は、東京都足立区千住宮元町にある神社である、旧正西森神社及び千崎、稲荷神社。千住に集落が形成され始めた延長4年、土地鎮後と五国豊城を祈り、伏見稲荷より分娩を勘定し、千崎稲荷神社が創建されたと伝える。栄昭6年、源義家は、欧州征伐の際、荒川を渡り、三森に陣営し、 戦勝祈願をしたとこ記録に記載されている。公安2年、武蔵国一宮氷川神社より文霊を誕生し、氷川神社を創立。鎌倉時代より江戸時代にかけて、ここを見積もりと言っており、旧公録には代々の将軍がに積もりで高刈りを行ったと記録されている。寛永年間に至り、戦時が日光街道の第一宿となり、その西方にあることから、 西の森とも言われた。明治5年11月18日、両者は孫社と定められ、翌明治6年6月、千崎稲荷神社と氷川神社を合志して西森神社と名を改めた。明治7年7月、国内唯一の豪社と定められる。大正4年12月15日、千住神社と改めた。大正12年浅間神社を誕生、富士塚を建立した。 昭和20年4月13日空襲で社殿を消失。昭和33年9月、社殿が再建された。ありがとうございます。